マリオネット。
紹介のチームはお疲れ様です。お前誰やん、誰、お前誰やん、まずは、俺の後ろで一生懸命叩いてくれてる、やつがいるんだけど、あ、今日はね、普段は目がクリッとしてるけどね、今日はメガネで見えないんだよ。でもドロドロ危険症して、OK、素晴らしいいいやつです。 OK、 ゲッチュドラムトーキング。 OK、 紹介するぜ。札幌にベーシストは腐るほどいるけど、こんなかっこよくタンピキングで奏でるやつはこっちから出せ。オープレスエンコール OK、 紹介するぜ。俺の親友にね、イッセってやつがいるんだよね。まあみんな知ると思うんだけど、これと同じバンスとジャガーのギターで、今回ね、このボーイのバンドに参加してくれて、実はね、11年前、2006年の時、同じ職場だったの。で、一緒にバンドやれたらいいねっていう夢をね、今日叶えたの。OK、チキミギター、サードシュー。もう一度、もう付き合いは4年以上になるかな。ドルドルでね、ボーイの曲をちょっとね、マイナーでもないんだけどね、そういう曲を歌ったら一緒に歌ってくれてね、それでね、大丈夫いいこと言うんだからさ
いや、時間もたっぷりやるな。オッケー、待って、オッケークレジギター、大好きね、今日はちょっと MC 入っちゃうんだけどさ、これボーイバンドっていうことで、まあ世代全然違うんだけどね、これ、聞いて俺ね、自衛隊の頃さ、当時先輩からボーイのケースボーイのね CD 焼いてもらって、それ好きになって聞いてる、俺が一番好きな聞いてる何だけどうした、何があったの、何があったの、俺が一番好きな日村京介さんっていう、ね、好きなちゃんと去年ね、耳の不調によってちょっと無期限活動休止って形でちょっと残念なことあったんだけどさで、日村さんがどうやらあの人の出身が群馬県高崎出身話を聞けよ、この群馬県高崎出身なんでね、で当時、14歳の頃上京したんだけど、エグミちゃん、エグミちゃん、じゃあお前のボーイの話は興味あるのか、聞いて聞いて、聞け、時間があるから、すいません、ちょっと時間があるから、今まあね、聞くでしょ、ねえ、分かってる。じゃあとりあえずね、その日村さんが調教して一向下の女の子も来てね、ね、1万4500円でボロッチアパートに、ね、仕事で一緒に住んだんだよ、住んだけども、ね、日村さんがバイト、ね、頑張ったんだよ、でもダメで、ね、結局な、OK、日村さん、OK、分かってる、その時に、まあ、カートしようか、で、日村さん、OK、で、その時にね、ヒロさんがちゃんと、書いてくれた素晴らしいラブソングがあるんで聴いてください。もう二度と来ないような気がしちゃう。
OK、あっという間に3曲終わっちゃったけどね。俺うちら終わった後も3バンド控えてるんで、今日は飲んで歌って騒いで盛り上がって、明日も飲んで明日起きたら2日酔いで、今日はね素晴らしい一日にしてくれるの。